私の祖父母は韓国併合で日本に渡ってきた南朝鮮人でした応募だだったのだと思いますその娘の母は一切韓国語を話せず韓国国籍のまま日本で教育を受け昔から 天皇陛下を心から尊敬する人に育ちました祖父母にはいろんな思いがあったと思いますが日本に来て幸せで日本を愛していたから娘たちを日本人として育ててくれたように思いますそう思うと徴用工問題というのは何とも嘘くさく情けない思いになります祖父母ですからねおじい様おばあ様は南朝鮮から日本に渡ってきたおそらく応募校だと思うという話ですよねでおそらくそこで生まれたのが娘さんですねお母様ということで 日本の方と結婚したのか在日の方と結婚したのか存じ上げませんですけども、まあ、日本で生まれ育つ家によってはねもう日本語を習わせずに朝鮮学校に通わせてですね家庭でも韓国語学校でも韓国語というふうにやって でではですね韓国語をメインで、まあ、日本語もちょっと話せるぐらいにはなったと思うんですよねところがお母様はね韓国語一切話せないということはおそらく日本の学校に行かせたんでしょうおじいさも、ま、おばあ様がですね日本人として育てるというねそういう決意のもとでですね我が娘を日本人として育ててですね天皇陛下も尊敬するようなそういう日本人に育てたその子供さんでらっしゃるということですよねね本当に、ね、こういういいい方多いんでですよいやむしろ在日でね。 日本を憎んでいて、天皇なんかね、貶めてやれ、みたいな人は、本当は少数なんです。 私もね在日の人知り合いたくさんいますし雇ってもいますしねいや彼ら別に普通ですよ日本で生まれてよかった皇室も尊敬している在日も多いですよそんな天皇打倒なんて言ってるのはほんのごく一部ただ彼らがそういうふうに言うと騒ぎになったりとかニュースになったりとかするからねなんか全在日がね反日であるかのようにですねイメージを持ってるかもしれませんけど実際はそうではない真っ当な人がほとんどでした私ほららもうずっと前から在日 日本の宝だとまあ大体ですね保守派って言ったら在日なんかねもうボロクソにボロクソに叩く人はいますけどもほとんどの人はね真面目でまともなね 日本人と一緒の感覚なんですよっていうのを僕は知ってるので在日は日本の宝なんだとだから宝だと思って接することによってねだって彼らはマイノリティなんだからメジャーである私たちがねこっちにおいでようと一緒に日本人としてね暮らしていこう日本という国を幾にしていこうってねおいでおいでっていう側に立つべきだと在日だというだけで叩いたりとかそれじゃあダメだよというねいうふうにずっと私は言ってきたんですねこういう話を北海道武田研究会でそういう話したんです そしたらですよ研究会終わった後ね講演が終わった後一人の青年が僕んとこに駆け寄ってきていきなり手を握ってきたんですね。で泣いてるんですよ。あありがとうございますありががととううごござざいいまますすっって言って言 えどど,どうしたんですか?」って聞いたら「実は僕は在日朝鮮人青年会の会長なんです」ってわけですよ。えー、そうなんですかと <laughs> そんな方が私の講演に来てたんですかということで年齢もどうかな僕と同じぐらいだったと思いますけどもね。 青年会の会長ですよ在日朝鮮人青年会の会長だったわけです今日の話を聞いて感動したってわけですねこんなに温かい話を聞けると思わなかったと私たち普段からね韓国政府のやってることとか韓国の活動団体がやってることもうめちゃくちゃですねボロクソ言ってますでしょそういうことも知っててきてるわけですよで私からそういうタイトルを掲げたわけじゃなくてたまたまなんかの弾みでその話をしただけなんですよねそうしたらもうこんなにね勇気をもらったこんなに 温かい気持ちになっった講演は初めてだったわけですよねそこで彼はやっぱいろんなジレンマがあったと思うんですよ。今日の話を聞いてね日本に生まれてよかったって心の底から思えた ってわけですねこれまでね日本に言われてよかったなという気持ち半分といろんな差別を受けたり言われなき批判を受けたりなんか、うん、いろいろとゴニョゴニョしてたんだと思うんですよ。ところ今日ね武田さんの話を聞けてね日本に言われてよかったと心の底から初めて思えたっていうふうに言ってくれましたね。ですからまあ本当に一部の人がねもうめちゃくちゃなことしてるんですよ。特にテレビに出てる在日の人たちってもう反日の言論しか言わないじゃないですか。そそれ見てるととみんなそうかと思っちゃいますよね でも実際ははそううででないいんだということこすよね。ですから私は一応日本の宝だという趣旨はですねこっちにおいでよっていうねみんな日本に生まれてきて幸せじゃんってみんなで日本の国が良くなるようにしようって言ってですねこっちにですね呼び込むそんな役を私は担いたいなというふうに思いますだからといってですね反日の活動してる人を許すわけじゃなくて本当に迷惑ですよねいやいやいやおかしいからって話ですからね、まあ、だからこそ彼らには批判も言いますしそうじゃない人ねみんなねだって 日本号に乗り組んだ人たちですから日本を沈んでしまったらみんなもう家を失ってしまうわけですよねだからそういうね本当に天皇陛下を敬うような在日の人を増やしていきたいし帰化に関してはね私いろいろアンケートしたことあるんですよ帰化しない理由の第1位はお父さんがまだ生きてるからってのがあるんですねやっぱほら儒教ですから父親がねダメだーって言うともうダメなんですよね 親がダメだっていうからダメこれが一番多い理由なんですねじゃあ親死んだらどうするんだって聞いたらあそしたらもう帰化するっていうふうに言ってましたねまあもちろんね日本が嫌いだからっていう人も一部いるかもしれませんよでも一番多いのは圧倒的多数が親が許してくれないそういう理由でしたこれはですね世論調査にも出てます私の肌感覚でもそうですねだいたい朝鮮人仲良くなると聞くんですけども大体いいそれが理由です、ね、で世論調査でもそれが出てますね一番の理由は親が許さない 武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。